大村一蔵大村一蔵2月15日から1944年1月29日は、日本の鉱山技師、石油調査、研究を専門とし、帝国石油副総裁や日本地質学会会長を歴任したほか、アマチュアスポーツの指導者としても活動した、鳥取県鳥取県、現に十番屋敷生まれ、県立鳥取中学校、明治学院中等部、 第5高等学校を経て、1907年、東京帝国大学理科大学地質学科に入学。帝大卒業後、下関市の国園会社を経て、1912年に、当時日本石油と並ぶ二大石油会社であった宝田石油に技師として入社。カラフト、台湾、中国などで油田調査を行う。1921年10月には、海外石油会社に対抗するため、 宝田石油と日本石油が合併して日本石油となったため日本石油地質課長となった。その後、カラフト石油顧問、日本石油取締役などを経て、1942年には帝国石油副総裁となった。同年、日本地質学会会長にも就任している。また、この間には、早稲田大学理工学科、京都帝国大学理学部地質学科、 九州帝国大学工学部にて、講師も務めている。1944年1月29日、脳発作のため死去、訓四頭髄法書を受けた。59歳。大村は、大のスポーツ愛好家であり、特に相撲と野球の普及に力を入れていた。大村が加入していた、社交団体、天狗クラブが、日本の学生相撲のルーツとなる、国技館学生相撲大会を開催したときは、 運営の中心人物として尽力している。また、1926年には、東京帝国大学に相撲部を創設し、師範も務めた。野球では、母校の鳥取中学野球部や、宝出石油本社の近所であった長岡、中学野球部などの指導に当たっている。大村の指導の会もあってか、全国中等学校優勝野球大会の地区予選において、鳥取中学は2年連続、 1916年、長岡中学は4年連続マイナス1921年の優勝を果たしている。なお、この功績から、1958年には、長岡市体育協会による、第1回体育功労者賞を授与されている。また、1920年には、日田水州、大田四州、張重ね隆信、湯立小学らとスポーツ雑誌、運動会を創刊した。ありがとうございます。